はい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 はーい。おはようございます。来てます。終わったばっかです。何ですか。いや最近ジャニーさん話題になってません？え、元ジャニーじゃないですか。早い。元ジャニーじゃないですか。ところで、え、大丈夫そう、その話題。まあ、スーパーアルティメットホットですけど。スーパーアルティメットホットな話題ですけど、まあまあ森チャンネルやっぱ闇を暴く系じゃないですか。そんなことないし。暴かれた系なんで逆に。いや確かに。確かに。うまいこと言うの。森ちゃんのそういうのやっぱ目指したいじゃないですか。闇っていうか別になんだろう、俺の話とかでよければ。おお、聞きたいです。ひろきさんって会ったことあります？ジャニーさん。あるよ。さすがにありますよね。っていうか、はい、会ったことあるっていうか、はい、多分これはね、一番最初にジャニーさんに会ってて。入る時ってことですか。入る時。なんとなくだけど、はい、すっごいなんとなくの記憶だけど、はい、超ちっちゃかったから当時。いやそうですよね。8歳とか。ああ。まだ最年少なんじゃないか。最年少で10年に入ったみたいなので。へえ。V6 さんかなんかの誰かの舞台を見に行ったんで、家族で確か。ああ、ご家族で行ったんですか。そう。へえ。まだ仲良かったからさ。いや、なんかまだとかやめてください。そっちの方が触れにくいですよ。だから、それで見に行った時に、ジャニーさんがいて、で、うちの父親がなんか話して、で、そこで多分初めましてみたいな感じなんだよね、俺は。へぇ。ほんと多分、でもまあ、言ってももう、7歳、8歳とかの記憶だからさ。まあ、そんなのぼんやり覚えてる。俺の中で確かそんな記憶だったなっての覚えてんだけど、はい、で、気づいたら、はい、なんか入ってた。気づいたら入ってた。そんな気づいたら入ろうと思って入ったわけでもないし、なんか入ってた。気づいたら入りたいとかそういう話もご家族からあったとかじゃなくて、ないよ。もうなんかもう自動的になんか塾みたいな習い事な感覚。何言ってんの。何言ってんすか。じゃあ俺も入ろうと思えば入れるんですか。で、その時 NHK ホールで、NHK のリハーサル室があるんだけど、はい、そこめっちゃだらっぴろいさ、大広間じゃないけど、もうそう、壁が、前が全部鏡なのよ、はい、でも体育館みたいな感じなの、はあ、はい、みたいなところで、はい、ジュニアの子たちが、はい、ABC とで分けられてて、あ、グループ人数が超多いからさ、へぇー、30人数ぐらいで本当に学校ぐらいの人数いるんですね。そう、前にそのダンスの先生がいて、はい、その振り付け教えてくれるわけよ。はい、で、それを見て、覚えて、はい、練習して、はい、で、曲に合わせて、次もう一回やって、はい、じゃあ次 A、はい、次 B、はい、C、みたいな感じで、あ、もうひたすら繰り返す。そう、ひたすら繰り返して。へぇー。で、それをたまに、まあ、その時間がある時とかに、はい、ジャニーさんが見に来る。はぁはぁはぁ。その練習風景。はいはいはい。で、ずっとそれをこう、椅子に座って見てるんだよ。はい。NHK の食堂があって、はい。お腹減るじゃん。まあまあまあ、そうですね。子供たちがさ、動いて何時間も、はい。結構夜中までやるから。あ、そうなんですか。夜ぐらいまでやるから。へぇー。だから結構もう普通に昼から夜ぐらいまでもう、ほぼ軟禁状態とかさ。はい。もうずーっとスタジオにいるわけ。はぁー。ちょっと気狂いそうになってるから。もう缶詰だもんね、だって。そう、中でその時にそのジャニーさんが、はい、大金バンって机に置いて、はい、じゃあもうこれで食堂行って好きなもの食べてきてみたいな。で、俺らはさ1枚のところを握りしめてさ食堂出してくれる。すごい光景ですね。子供たちがブワーッと並んで1人1万円1人1万円とかじゃなくて、なんかその大金のお金が大金のあ、もうバーンって置かれて、で、その年長者みたいな人が多分取り分けていって、はい、はい、みたいな、何食べたいみたいな聞かれて、じゃあこれとこれみたいな、で、みんな食堂で食うわけ、はいはいはい、で、終わったらまた戻って踊ってみたいな、
はっていうのがジュニアの頃の生活だと俺のいた頃ね。ああそうなんですか。まだ20年前じゃん。いやまあそうですよね。20年前ってやばくないっていうか、20年前ってやばくない。20年前の話ができるようになっちゃったっすね。もうやばいね。やばいっすよ。おじいちゃん。おじですよ。もうおじいやばいんだけど。おじいですよ我々。そこに今ゾクッとした。なんかね、うん、ちょっとなんか低っすね。低っすね。21年目ってことじゃない。長この業界。長どっかこう張り張って。で、そっから踊ってたんだけど、はい、超怖い先生がいる。へえ。サンチェさんっていう超怖い、多分詳しい人だったら絶対知ってる。なんかあれですか、めちゃイケにも出てたかな。あ、出てたかも。ずっとひたすらそのダンスをもう見て覚えろの人ですよね。すごいスパルタなイメージあります、ね、竹原さんみたいな。なんじゃけえな。覚える系の。そうガチ覚えるみたいな。でも本当マジそんな空気なの、笑ってるやつが一人もいない、ふざけてるやつも一人もいない。いやそうですよ。でその何が受けるって、はい、ジュニアの子たちが踊ってたりするじゃん、はいはいはい、でなんかいざこざが一瞬あったりするのよ、ジュニアの子たちでね。へなんか子供だからさ、小学生だから。あ、まあまあまあ、そうふざけんなみたいな感じで、はいはいはい、ちょっとガチめな喧嘩になったりするんだけど、はいはい、つかみ合いになったりしたら手も服とか。あ、もうそんなレベルで。そうでも音鳴ってるからさ、あっち踊ってる気づかないけど。あ、はいはい、結構な爆音でなってるから。あ、そっかそっかそっか。ブワってやってて、あれあれっつったら、はい、その喧嘩も止まるんですよ一瞬。怒られちゃうから。怒られちゃうから、なんかピタッと止まるの。やべってなる。やべってなる。なんかバキのあのピクルの塩漬けみたいな。ティーレックスとかもピタッと止まる。あ、もうその時代にあったんですね。そうそう、もうあそこからピクルを始まる。で、何これって思いながら、はいはいはい、ちょっと見てたわけ、はい、その変な話、順当にさ、はい、なんか入りたくて入ってるとかいうわけじゃないからさ、変な話。あ、そっかそっか。でその友達とかもいないわけ。気づいたらいたから。そう、一人も友達とかもいないから、はい、なんかブーンみたいな感覚だったの、はいはいはい、で、なんか自分たちの番とかになって踊ってたら、はい、タンジさんが、はい、バーッと俺のところ近づいてきて、はい、君はね、ダンスの際に前前って言われて、首人は首。この事務所でダンスの才能ないってことは首かな。ネットでーすみたいな。ちょっと待ってくださいよ。え、その喧嘩取っ組み合いとかの子たちが何始めるかなと思ったら、ひろきさんに来た。俺が怒られた。なんと才能ないっす。そこで才能ない。才能なかったっす。そこで才能ないって言われたんですか。そう。えぎー。えぎーのよ。えぐ。えぎーのよ。で、なんかその踊れないから。はい。じゃあダメだねって言って。ああ。で、俺はなんかそのバラエティの番組とかに出さ。はいはいはい、セルみたいな感じになったのかな、お皿の中で。あ、はいはいはい、で無限にできないじゃん。そうですね。そのきっと親も親だし、うん、そうですよ。ややこいガキ入ってきた。ややこいガキ、これで首とかできないじゃん。ややこいから。親がややこいからさ、なんでだよってなるんで。親がややこいってやめてください。ちょっとできない、じゃあバレッティの方にしましょうかっつって、あテレ東で番組やって、俳優の方もいますもんね、メインが。そうそうそう、はいはい、でその時うつみどりさんはい、まだ平成ジャンプとかなかったから、あ、はいはいはい、やーやーやーっていうグループがあって、あでそこに出てたのよ。なんか謎の MC っていう立ち位置です。8歳に MC だったら8歳で MC ですか。どう考えたかえぐいっすね。やらせて何も言えないから、それなんか。いやそうですよね。えみたいな。だって人間8年目ですからね。だってそうだよ。喋れて立ってるの奇跡だから。で、はい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 、そっからもスタジオ行かされてさ、はい、収録が始まって、うんうんうん、で適当になんか言われたことだけやらされて、まあまあっていう生活だった。うん、まあ、そっからもあんまりそのジュニアのレッスンの方には行かなくなって、機会もねえから、こいつの枠一人いるんだったらもう一人いた方がいいじゃん。最後のやつを出せるよ。ね、やってたのよ。俺はその頃。はいはいはい。だから俺の中の同期というか、はい、同い年ぐらいの子たちっていう感覚は、はい、その今の多分平成ジャンプ上の世代、はいはいはい、へえ、矢部君とかさ、矢部君とかさ、
その世代なんだよ。なるほど。でジャニーさんは収録とかには基本来なかったんだけど。あ、そうなんですね。うん、基本来なかった、はいはいはい、でもなんかそのレッスンまだしてる頃に、はい、よく来てて、はい、ジャニーさん家に行ったことはあるよ。え、そうなんですか。行ったことある。多分それこそなんか言ってたじゃん、そのジャニーさんが家に招かれたみたいな。ああ。そのなんか画像かなんか上がってたのかな。画像まで上がってるんですか。わかんないけど、なんか上がってたか、なんかで、はいはい、多分出てたっぽかったんだけど、はい、そこの家だと思う、多分俺も行ったの。あ、本当ですか、うん、へえ。まあでも言うてね、昔の記憶だから。いや、すごい覚えてる、その家。あ、本当ですか。強烈に覚えてる。へえ、すごいんですか、やっぱり。なんかね、メゾネットみたいになってるんだよ。入ってマンションなのに、はい、なんか天井が鬼クソ高いの。へえ。まあ子供だったからかもしれないけど。あ、めちゃんこ高い。それでも高いの。あ、でも高い。へえ。入ってすぐ左手にプールがあって、はい、プール、マンションに、マンションの室内にだよ。室内に、マンションの施設にじゃない、マンションの部屋の中にプールがあって。部屋の中にプール、プールがあって、でそこの階段をさらに上がっていくと、はい、寝室みたいなの。へえ。いや、なんかね、ガラスの風呂みたいな感じだったの、ね、確か。エッチいやつですか。なんかエロって思ったの当時もう当時でそれエロさ分かってんすか。まあでも、え、裸見えんじゃんみたいな、そういう感じですもんね。そう。へえ。っていうか、はい、多分その番組やってて、はい、で俺その後一回なんかね、ほぼ何もしてなかった。ん？あ、番組やって、はいはいはい、MC やらされてて、はいはいはい、なんか適当に過ごしてて、うんうん、なる時期から、うん、なんかもうめんどくさくなって行かなくなった。え、収録にってことですか。行かなくなった塾だ、習い事だからさ。習い事ってちょっと休むじゃん。あ、本人的にはね、あ、まあめんどくせえな今日っつって休んの、塾サボるみたいな。そう、はい、で、その時はもう小学中1とかだったな。あー、もうでも結構ですね。中1、2ぐらい、はい、で、なんかどうしようと思ってやりたいことなんもなくて、はい、まあ戻るかしれっと普通に戻ったの。あー、はい、戻ったっていうか別に今その何もしてない期間、はいはいはい、だけで、はい、戻ったら普通にサッと、サッと普通に戻ったの。サッともうサボるのやめて、そう、サボられると普通に行こうと思ってパーって行っただけってことですよね。そう、行ったら、はい、なんか普通に入るんだよ、また特例だと思うけど入れて、はい、で踊ってたの。あ、また踊りの方に。そうで、その時に、はい、多分ね、結構そのなんだろう、お父さんもジャニーズねみたいなさ。ああ、はい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 、昔のね、2世じゃないですけど、そう、そのあの、はいはいはい、黄金期というか、はいはいはい、もう本当にスマップさんなんかよりもさらに上の、もう大御所じゃないですか。大御所たち、はいはいはい、大御所さんたちがいた世代の息子さんぐらいが、はい、多分ちょうど俺と同い年ぐらいで。あ、そうなんですね。へえ。だからその時も同い年だったから、はいはい、中学校に入って戻って、はい、踊ってたの、はいはい、したらその時にジャニーさんがスタジオにいて、はい、で俺は森くんって呼ばれてたから、ユウじゃなくてマイクロンって呼ばれてたから。あ、いいっすね、うん、これめっちゃ似てんの、マイクロンってマイクロンさめっちゃ似てんの、本当に。で、その子たちと4人で、はいはい、ジャニーさん家行って。あ、呼ばれたんですか。そう。へえ。で、すげえってなった。いや、もうね、プールが部屋にあって、そう、なんかあの画像のまま。へえ。プールあって、えみたいな。で、探索するじゃん、子供だから。ああ、もう楽しいですもんね、こっちなんだ、こっちなんだっつって。で、なんか、はい、鍵をもらって先に行っちゃったから、はい、起きててみたいなこと言われたんだよね、多分。へえ。起きててねみたいな、はいはいはい、後で行くからみたいなので言われてたんだけど、あ、頑張って起きてたの俺ら、ゲームとかやりながら、はい、カラオケとかもついてた。え、すごっ。え、もうじゃあ、あれもそう。なるほど。そうで、カラオケとかして、はい、朝ね、ほんと11時ぐらいまで待ってたのよ。え、夜からですか。オールでね。え、すごっ。すごいじゃん。え、だって言われてるからさ、はい、鍵持ってきちゃってるからさ、
あ、まあそうですよ、入れないじゃん。うん、だからなんかその待ってあってあげるしかないじゃん。確かに。どうしようってなってて、さすがに眠くねとかさ、うん、でも寝たら死ぬくねとか言って、いやだからでも遅いとかのあれじゃないですもん。でもそうで11時ぐらいになってさすがにもうさ、うん、帰るくねとか言って、これは帰るくねとか言って、親心配するくねとか言って、いやまあ確かにそうですよ、子供が帰ってきてないですからね。そうだってさ昼11時だからね、うん、大人になってさ、もう大学生とかだったらさ、はい、年に1回あるかもしんない、飲んで朝まで飲んじゃってとかさ、はいはいはい、潰れて起きてみたいな帰るとかあるかもしんないけどさ、はいはいはい、中学生だからさ、いやそうですよ、なかなかおしゃれじゃん。だいぶおしゃれですよ昼帰りって聞いたことないじゃん。朝帰りじゃなくて昼帰りですからね。ねえ、もう4人でなんかヘラヘラないようなさ、当たり前だけど、いやもうそうっすよ、ゲームやってさ、プールとか入ってさ、カラオケしてフルで遊んでさ、いやもうそうですよ、だってその時楽しかったものが全部あるっすもんね。だって子供からしたら、そうでもしかも踊った後だからさ、あ確かにクソしんどいわけ。確かに確かに。で頑張って起きてたけど結局来ず、はい、俺はその4人帰って、で次会った時も別に全然普通で、へえ、すいませんこの間ありがとうございましたって言って、うん、ああみたいな感じ。忘れてないですか？多分忘れてた。ワンチャン忘れてますよね。家に俺らいるの忘れてたって。できない普通に。で、なんかそっからなったか。俺はもうなんか変な話、めちゃくちゃよくしてもらってたんだよね。へー。だってさ、そもそもだけどさ、はい、いきなりジャニーさんに会うことなんかないじゃん。いやまあ確かにそうですよ。まあ、これはうちの家庭からなのかもしんないよ。はい、変な話。親としてさんから。確かにそうですね。そうなんだから、なのかもしれないけど、はい、まあ、いきなり会って入れてもらって、うんうんうん、で踊ったりとかいろいろして、うんうんうん、あの時にめちゃくちゃもいろんな出会いとか経験させてもらったから、俺はだからなんだろうな、結構なんだろう、そこでかなり今思い返すと、あそこでかなりいろいろ人格形成されたんじゃないかな。ああそうですか。だって当時8歳の子がさ、いやもう確かにそうか、大人に囲まれて仕事することなんかないわけ。いやそうですよね。でなんとなくだけど、はい、変なことしちゃいけないとかっていうのはうちの家庭環境があるんだけど、はい、強く思ってたから、ダントツで多分俺は、はい、他のガキたちとはダメだよ。ダントツだもんってたから、はい、もうすごい綺麗にまとまってた。あでもあの時その身についたそのなんだろうな、人を見分ける力とか、はいはいはい、あここはこうしなきゃいけないんだっていう思いが、はい、8歳の身についてたのがやっぱ今はかなりでかくなってるんじゃないかな。結局だってまた音楽の道に戻ってきてます。もう確かに、あと人見抜く力は鋭いですからね、ひろきさん。まあ、人嫌いだけどね。なんで上げてんの、下げんすか。だから俺も全くそんななんか何があったとかもないし、めちゃくちゃお世話になった印象、うちの家族は多分めちゃくちゃお世話。ああそうですよね、まあ、それはそうですよね、まあ、だからなんだろう、本当に自分の主観こそあれど、はい、噂ベースぐらいしか入ってこないから、あそうなんだ。でもその当時いた頃周りからなんか聞かれたり話を聞いたりとかなかったんですか？なかったね。ああそうなんですか。なかった、なかった。友達なかった。引き続きですかそれ。うん、当時友達いなかった。当時悲しいな、悲しい話になっちゃった。悲しい話になっちゃった。俺の悲しい話になっちゃった。この動画結局俺が友達いない話になっちゃった。まあまあ報道でね出てるのは全て真実かわからないですけど、うん、まあさ本当さ、なんだろう、その人ってさ、なんか誰に対してもそうだけどさ、はいはい、一瞬だけを切り取ってで、うん、これ本当に別に何だどっちの立場になってるわけでもないよ、ほんとシンプルに中立というかただ俺の主観 100% の話ですけど、はい、その人によってさ、はい、出会う人によってやっぱさキャラとか接し方とかさ、うん、選ぶ言葉とかさ、はい、やっぱ違うじゃん我々も、まあまあまあ、当たり前だけどさ、それはそうです、親に使う言葉遣いとかさ、はい、話す話と友達の話す話絶対違う気持ちじゃん。全然違いますよ。その一方だけで見たら俺からしたらそうなるけど、うん、まあ違う角度から見たらそんなのかもしれないし、俺からはもうほんとそんな印象でしかない。まあいい思い出だった、うん、でもお世話になった人だっていう、めちゃくちゃね、うん、だって変な話、俺も仕事を始める、あそうですよね、
この業界の第一歩ですからね。そうです、確かに死ぬほど迷惑かけてますね。かけてますし、お世話にもらってるみたいな。そうですね、僕は別に何にも。別に卒業してもあのジャニーズの人会うしね。あ、本当ですか。全然会うよ。全然会う。今でも仲いい同期ぐらいの人たちですか。同期でも同いの4月だったら平成ちゃんとぐらいしちゃう。ああ、そうですよね、うん、はいはい、下は分かんないけど、あそれ以降上は全然分かるよ。そうなんですね、はい、わ、なんか少しでも知りたい人はいたと思うんで、ヒロキもジャニ元ジャニじゃねみたいな、元ジャニじゃねみたいな人たち、元ジャニじゃねEXJR じゃねジュリア、あ、そういうことなんですね、はい、どうやって締めよう、なんか何も考えずに突撃してきたでしょ。いや、そうなんかでも普通にただただへえ、そうなんだしかないんで。お前もなんか今回視聴者みたいな立場で見てる。ええー、本当に多分普通にへえー、って感じです。なんかもう今見てる人たちと全く一緒です気持ち。え、あ、へえ、そうなんだみたいな。そうね、だからもう楽しかったけどな、そして。いい思い出です。偉大なる第一歩でしたね。そうですね。うん、この音楽の道に走ったっていうのきっかけをいただいたのも言ってしまえばジャニーさんっていうところもありますもんね。すごい。すごいですよ。だって昔やっぱ歌版とかあったじゃないですか。うん、やっぱ中井さんとかのジャニーさんのいじりとか、はいはいはい、あったね。すげええぎ面白いなと思って。でも謎の人だったんですけど。そうだね。でもなんか割とこう温かい人なんだなっていうのは、うん、だと思うよ。うん、でもじゃなかったらやっぱそのずっと芸能、まあそうですよね、入れてないし、そんな人を集めておけないですもんね。なんかその事務所に信頼あってのですもんね。ほどですね。俺から見た側面はあくまで、まあ、今出てる報道が全て真実かどうか分かりませんけど、ひろきさんからの見解はこういう感じですっていう。いいね、ケアップ、ケアってますね。いいね、燃えないようにしてるね。ちょっと燃やしてやった。怖っ。物理。いや、すいません。あら、そんなもんか。まあ、とりあえず急に乗り込んできて、あの貴重な話をありがとうございました。こんな感じで大丈夫ですか。いや、あの大変大丈夫です。マスク暑いですか。君さっきからすっげー暑い。暑いですか。勝手に乗り込んできたのにこんな話してますけど暑いですか。なんか走っちゃったっすね。はい、まあ、ということで、この動画見てる方々、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。急に終わるな。はい。闇を暴いていく。暴いていく。暴いていく。こんな感じでフューチャーされると思ってないですよ、新しい学校のリーダーズ。本当に最低。絡み方。見に行ったんですか。行きました。いや、いいな。めちゃくちゃ良かった、マジで。あ、マジですか。最高。半端なく行きたかったんですけど。本当に、ぜひ対話していただきたい。え、ジャイキリ？ジャイキリ？いや、俺すごい嬉しいんですけど、それ。お前のためにやるわけじゃない。いや、じゃ、お前のために、お前に見せるためにジャイキリやるわけじゃないんです。いや、すごく嬉しいです。ありがとうございます。別に、決定しないですし。あ、してないです。ああ、まあ、ぜひぜひ、新しい学校のリーダーズの皆さんも、チャンネル登録、高評価お願いします。何出してんだ。え、だって本人たちも反応してましたよね、メンションっていうか、ひろきさんのストーリーに。あね、は、羨ましいと思って普通に。あ、なきれいだ。なんだその惰性しとんねん。誘い。変な、変な隠りすんねん。誘いしと思って。好きっつってたし、俺もっつって。あ、そうなんだ。そうですよ。よかった。すごい。へえ。なんか、これ、使っていいのかな、このまま。巻き込んじゃったんですけど。暴いていく。暴いていく。ということで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。